香港マテンリンは香港の中間の中間海浜にある60メートルの高さの観覧車である。川張りの座席という仮面がガラス張りの VIP ゴンドラ1個を含む42個のゴンドラがある。ゴンドラはすべて空調設備と通話設備が装備されている。1回あたり2から3回転でき15分ほどかかる。VIP ゴンドラが5人を上限とするたは、ゴンドラは それぞれ8人を上限としている。現在ザ・エンターテイメント・コーポレーション・リミテッドが運営している。テクルは正式にアトラクションの一部としてアイア・バイタリティ公園を提供するアイアグループと組んでいる。2018年7月の観覧車のゴンドラ2013年5月に規制総所はアトラクション用に中間の9号不当と10号不当の 間の9620平方メートルの土地を優勝対応した。香港のビクトリアハーバーを望める中間とワンチャイの埋め立て計画に基づき定められた場所である。観覧車周辺の90%の土地は購入して得られる食料や飲料のある一般の土地につながっている。またあらゆる年代を対象にした生の園芸が年間を通じてイベント広場で行われている。 観覧車は、香港の気候や気象に合うように設計されている。記電工程所と TUV の基準に則っ,って、建造されている。観覧車は2社が所有している。以前の所有者は、スイス X で、現在の所有者はザ、ザエンターテイメントコーポレーションリミテッドである。2014年、スイス X は、毎日平均して、おおむね2740人の乗客を目論む。 年間100万人を予測した。2017年に所有者が変わると、テクルは開業以来7ヶ月以下で100万人を達成したと発表した。前から見た観覧車観覧車は、最初申し込みの際に10年以上観覧車を運営してきたという会社スイス X が管理した。スイス X は香港電人有限講師と組んでいた。2017年。 政府は2017年9月に開始することになったザ・エンターテイメント・コーポレーション・リミテッドと運営の第2期の契約を結んだ。テクルは当時一人当たり実質的に値下げした登場券を申し込むという声明を発表した。観覧者は所有権の移行に関する論争が最初の運営者と新しい運営者の間で行き詰まることになる8月に公開が停止された。 発展局局長は観覧車は解体され、テクルにより交換作業が行われるまで2年間閉鎖されるかもしれないと声明した。観覧車の元の所有者であるスイス X は観覧車を運営した経験が全くない会社と言った。2017年9月6日、観覧車は解体しないとの合意がテクルとスイス X の間でできた。2017年11月、テクルは 観覧車は近くで行われる一連の健康と健康増進の行事やアトラクション、活動とともに新しいアヤバイタリティ公園の一部として2017年12月20日に再オープンすると発表した。ここに観覧車を作る政府の決定は物議を醸した。夜の香港マテン景観が様々な気象条件により容易に影響を受けるために不要ではないかと考える一部の人は そのような観光アトラクションを作る必要性に疑問を呈した。ワン・ミナト委員会議長、ニコラス・ブルックは取材でこの開発計画に指示を表明した。しかしワン・ミナト委員会に行政権はないために議論は続く。それとは別にこの観光スポットを運営する契約が2013年に結ばれたが、計画は数回延期された。 協力要請と情報が不足していることについての一般からの多くの苦情があった。観覧車の頂上に座る向こう水にも登った人が自撮りした写真が公開されると安全も物議を醸している。この写真は観覧車が公開される前に撮られた。観覧車の安全上の有料が注目されることになっている。ありがとうございます。